回、防御率が 4.53 という木田です。内野ゴロ、ファウルになりますですけどもね、はい、なかなかこのブルペンの、まあ、ブルペンの調整を見てるとですね、はい、今日はもうコーダー決めたったんじゃないですかね。あ、そうですか、だいぶ投手のこの使い方というかローテーションの決め方っていうのは、去年なんか見てると牧原をこう前面に押して、そして牧原から桑田、斉藤、そういうふうに繋げてね、はい、行きましたけども、だから今度の巨人戦はですね、はい、広島ですか、今度ね、広島球場で、はい、ね、使うわけですから、斉藤というね、はい、さあ今の勝負球が149キロ、そしてその前も148キロありました。素晴らしいボールを持っています木田。今日勝ちますと広島5連勝、それから横浜ベイスターズの方は5連敗ということに、桑田投手が早くも連勝ストッパーというような言われ方をしてしまいましたが、これはノーアウトランナー一塁でジャコビーです。好調です。そのジャコビーですがレフト正面、さあ一本足の大砲です。はい、相手のピッチャーはそういう投法をね、してくるでしょうね。はい、ということは相手のピッチャー生きていくようになってきましたね、はい、バーフィールド、ムードも変わってきます。さあ2アウト、ランナー1塁と変わります。バットが飛んだがボールはファースト、